はい、えー、それでは始めます皆さんこんにちはレック専任講師の唐沢と申しますどうぞよろしくお願いしますはい、えー、ではただいまからですね、えー、消費生活アドバイザーのですね、えー、論文式試験の対策の講座ですね一、えー、回目の方を開始してまいります、えー、担当しますレックのお講師の唐沢と申しますどうぞよろしくお願いいたしますはい、えー、それでは論文対策ということで消費生活アドバイザーですね a、えー 卓一式試験、マークシートの方もですねあの決して優しくないというか何ていうのかな簡単なものではないというわけなんですけれどもさらにですね論文の試験をクリアしていく必要があるということでですね、この私の今からやっていく講座においてはですねまず怖くない論作文というですね まあ、いわゆる司法試験、えー、最の日本最南関のです、ねえー、論文式試験がある、えー、司法試験の受験指導をです、ねまあ、40年以上です、ね、こうやってきているわけなんですけれどもその一環として、えー、論作文ー一般にです、ね、どんな論文式試験についても共通して必要な知識というか いわゆる論文一般消費生活アドバイザーにかかわらずえ論文というものに、えー、一般的に必要とされる知識というのをまずベーシックとして入れていただくという作業とですね、えー、直近のですね、論文の本試験をいわゆる問題を引用させていただいてですね、回答を分析して回答例を載せてさらに予備知識といった形で表現していくと。 いうことで、えーまあ、この大きく2本立てというかですね、えー、論文一般に必要とされるあらゆる論文式試験に対応できるようなあ最大公約数といいますかどういった論文式試験にもお通用するような基礎知識とおいうものをやっていくものとですね、えー、アドバイザー試験に対応したこの論文の模範回答等を使ってですね、講義していくと。 で模範回答に関しては、ですねこれは2019年ということであの、本当に直近のものであって、ですねもちろん重要な問題であり、重要な回答でもあるんですけども、全く同じ問題が来年出るという可能性は極めて低いですから、むしろ出ないというふうに考えていただいて結構ですので、あのじゃあ、なんでこれをやるんですかというと、まあ、レベル感ですよね。 えー、実際に、えー、こういったレベルの問題が出題をされていてですね、えー、この問題ではどういうことを聞きたかったんだとでこれに対してどういう方向性で書いていけばこれ模範答案になるのかっていうね、まあ、知識を入れていただくというよりは、えー、回答の方向性 回答の方向性、こう質問されているから、えー、回答にあたってはこういうふうにまず問題をですね、こういうふうに分析した上でですね、えー、例えばこういったふうに書いていくとも範答案になるっていうこの流れというか、えーま、知識そのものは繰り返し、えー、来年は出ないというふうに思われるんですけれども、まあ、思考のプロセスというかですね、えー、書いていくそのお手順、えー、これを分かっていただくためにあとレベル感を分かっていただくためにですね あこの問いに対してえここまで書けると模範的なんだということを分かっていただくために、まあ、使っていくということになりますね。でですねあの論作部ですねまあただいきなりやっぱりねこのね問題与えられて、えー、これ回答を覚えていくとかですねいうのもなかなか難しいところはありますからそもそも論文ってどうすればいいのと。 ということですねその論文の前提として、日本語についてですねちょっと自信がないとこういうことですね、えー、あったりするかと思います。で、そこで、えー、まずですね、論文を書いていく前提たるですね、えー、まずそもそも日本語を正しく理解できないと、その日本語の集合体である論文が書けるはずがありませんから、えー、その日本語の基礎知識というところに立ち返ってですね、えー、授業していくと。だから、えー、この講座の前半ではですね、えー、この怖くない論作文。 これを用いてですね、まあ、日本語の基礎ということをやっていくよということですねちょっとまあメモができる部分があるかなというふうに思うんですけれどもはい、まあ、論文に対応していただくためにということで合格をしていただくためにですね まあ当然ですけれどもまず学問の知識ですね、えーまあ、いわゆる科目で勉強する知識法律の知識とか経済の知識とかですね、えー、生活の知識とか、えー、そういった知識がですねないと全く書けませんからあの知識は当然必要でですねで、えー、この知識が必要になってくるその知識の範囲 どこまでの範囲が必要ですかといったらこれ一一のの範範囲囲でで構いいいません卓一の範囲より広げる必要がないというかですね、えー、論文はどちらかというと択一で問われる細かい知識もあるし基礎的な知識もあるし択、あのー、一では幅広く知識を問われるわけなんですけれどもその択一過去問の中でも特に基本的なというか重要な概念というか。 えー、これをおーひたすら知らないことをどん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 覚えていくというよりは択、えー、一で見たことがあるなっていうような重要なテーマを精度を上げていく、えー、完璧に覚えていくということですね。イメージ的には択一問題は丸か×かを判断できればいいと穴埋めに入るこの穴に何が入るかが分かればいい、ね、答えが書いてある。 で丸か,ばつかを判断するとか、えー、入るべき言葉を選んであげるとかあそういったレベルの覚え方でよかったわけですけれども、まあ、論文はあそれではダメでですね0から1を組み立てていく必要がある全くない状態からあ再現していく知識を再現していくという必要がありますから例えば 択一の中でももうよく問われてるねっていうようなよく見かけるねっていうような問題は、えー、自分で問題をその択一の過去問の問題を再現して、えー、かつ自分で解説を正しく書くみたいなね書、えー、けてしまう何も見ずに、えー、問題も再現できて回答も再現できるくらいの精度を高めていく、ね、範囲は広げなくていいんで量というか範囲は広げなくていいということなので択一の範囲で。 えー、大丈夫ですよということですね、まあ、ここにもう公式テキストとか弊社が出している択一、まあ、用のね予想問題もありますけどここまでいったらもう十分というかですね択一用にこう問題集出させていただいてますけれども、まあ、十分すぎるというか量と、まあ、逆に言うとここまでやったのに全く知らない問題出たらですね全員解けないと考えていただいていいです。 あの全く捨てていい、えー、いうようよな問題ですねむしろちゃんと解ける問題をしっかり書いて、えー、合格点を取ればいいということですね範囲としてはもう十分、えー、学問の知識としてはですね公式テキスト、まあ、特に択一過去問 しかも択一過去問の中でもよく問われるような重要テーマについて超精度を高めていくと正確に正確に、えー、理屈を分かっておくというような対策がですね学問知識として必要な範囲になってくるかなとこれを超える必要は全然ない分量としてこもなんか全部やんなきゃ不安とか言ってねあれもやるこれもやるこれもやる,これもやるってここを完璧にするのだってめちゃくちゃ大変なのにですね、えー、その範囲を超えていくようなことを全然やんなくていいです。いいですね 知識としてはまずさえていいただく必要があるととうことですね。じゃあこの講座では何をしていくかなと言うとですね先ほど申し上げたとおりまず怖くない論作文論作文を書くにあたって前提たる日本語の知識論文ってどうやって書くんだっていうようなそういう知識これをですね やらせていただくくと本講座の方でで正しくですね知識があったとしても誤解を招くような日本語だとですねせっかく知識はあるのに誤解を招いてしまってですね理解してないと言われてですね減点されてしまうということがありえますから正しく皆さんが頑張って詰め込んでいただいたこの知識をですね皆さんが培ったこの知識をですね正しく発揮していただくということのためにですね正しく伝わる日本語の書き方 えですねえー、これを本講座でやっていくということですね、えー、これはもう30年来ですね渡って、えー、通用してきているです、ね、非常にこう傑作というか、えー、その本になっていますのでね、あのー、今回、えー、ここでですね論文あらゆる論文に対して対応できるという力のためにですね、えー、使わせていただくということですね。 あとは、ですね、この私が今やっていくこの講座をお取りいただいたお客様はですね、特別講座というものもついてきます。これは何かというと弊社の代表取締役会長である反町勝夫ですね。 えーえー、弁護士会計士それから税理士弁理士、えーえー、社労士行政書士などですねもうおよそ難しい難関試験、まあ、当然論文の含まれたような難関試験をですね突破してきている、うんまあねまあ、この業界においてまあ本当にねあの手前みそですけど天才的なあの頭脳を持ったあのものがですね創業者反町勝夫がおりますけれどもこの優れた論文を皆様に書いていただけるようにですね えー、自分も人肌脱ぎたいということで、反町ツ夫がですね、特別講座をやっております、消費生活アドバイザーの論文を志そうという方のために、ですねこれ、特別講座を反町ツ夫代表取締役会長がやっておりますので、この私の今、この講座を取っていただいた方に関しては、この反町の特別講座もプレゼントというか、あの一緒についてくるということでですね。 えー、本当に司法試験、えー、最難関日本最難関の論文式試験をお突破させるために40年間この培ったノウハウがありますから、えー、そのノウハウの一部をですね総理町活その方で特別講座ということでやらせていただくということですね、うん、まあもうインプットとしてはもう十分であろうなというふうには思いますで、えー、まあこれ以上対応できる人はまずいない受験生にまず うーん2,000人いてですね1人もいないんじゃないかなとこれ以上のことをやっていく人はですねただあのやはりですね実際にこうインプットだけではなくてですね、えー、実際の問題の模範解答模範答案というのも用意し,てしましたのでこれを読んでいただくとああこういうふうに論文って書いていくんだっていうことを理解するとか、えー、私どもからも予想問題これはね論文用の予想問題も出していますからこの講座の範囲外ではあるんですけれども よろしければ、えー、論文用の予想問題集ですね、えー、3500円でしたかね、えー、ございますので、まあ、こういったもの、この講座とは別にちょっと売らせていただいているものではあるんですけれどもね、まあ、重要フレーズ、論文で問われてもおかしくないであろうっていう重要なフレーズをー穴埋めでまず埋めていくというような部分と、ですねあとは実際に出題が予想される問題ですね、まあ、3回分ございますかね。 えー、3二24問ですかね、えー、ございますのでね、えー、こういったまあ予想問題ということを見ていただいてあのー、まあ実際に、えー、書いてみて仕上げていくということですね、えー、こういったこともですねやっていただければというふうに思いますではですね、えー、本講座においては皆様は知識の補充を行っていただいた行っていただいているという前提のもとですね そして反町かつによる特別講座があるという前提のもと私の部分はこの正しく伝わる日本語を書いていくというための講座に入っていきたいと思いますねではまずですね4ページかなえっと目次の最初の目次のところをですね見ていただきたいというふうに思いますねちょっとごめんなさいねあの一つ断りを入れさせていただきたいんですけれどもこれ本としてもあの中身の方はもう完成していろいろな書き込みとかですねやっていきたいと思うんですけれども あのレイアウトとかをより見やすく調整するなどのですね最終チェックをしながら あのやっています、まあ、講座の中身講座で使う教材としてはもう,あのもう完成している状態なんですけれどもえちょっとね、えー、ノンブルの方目次の方を見やすくするというかえページ送りっていうのを調整するとかで、えー、もしかするとこの番号はねえ皆さんにお渡しする時にずれてる可能性あります番号ずれてる可能性ありますけれども中身はですね、えー、これで変わっておりませんので、えー、ちょっとご了承いただければというふうに思います皆さんお届けする時には、えー、この番号がちょっとずれた状態で、えー、お渡しになってしまう可能性がありますけれども ご了承いいいたただきたいと思いますではまずこの本ですけれども色を塗って分けてありますけれどもまあ、真似する必要絶対真似する必要はないですけれども私のこう理解の仕方というかやっぱりねこの目次っていうのはすごく重要で勉強する択一を勉強する時も非常に重要で「えー、骨格は何なの?」と「大きくこの本では何が言いたいの?」ということはね大きく3つあるんですね。1章が一番大きいテーマ で2章あってめくると、えー、3章ですかね、えー、いうような、まあ、大きく3章立てになっているということですね。で、えー、第1章においてはですね日本人がそもそもどういう考え方どういう思考をするのかということと日本語にはどんなあ特徴があるんだろうかっていうようなまずそもそも日本人とはとかですね、えー、日本語とは えー、西洋や英語などとの違いも見ながらですねこの日本人の特徴日本語の特徴というのを分かっておこうというのが1章第2章ではじゃあ実際にその特徴を分かっていただいた上で、えー、どういう仕組みになっているのかな、えー、どういった文法が正しいどういった文法になっていてどういう使い方をしていくと正しい日本語と言えるのかなということを、まあ、文法的なことをやっていくということですね。 で3章はじゃあいわゆる一文一文その文法を正しくやってもですね論文にはまだなりません、えー、その文章をつなぎ合わせてですね、えー、論作文を作っていくわけなんですけれどもじゃあ論作文っていうふうにはどうやって作っていくのかというようなあ3章立てとういうことになっているわけですね <laughs> まずう第1章ですね、えー、これを見ていきたいというふうに思いますけれども はいまず大項目一番大きい単位というのが第1章1章の中の123というのが次の1個下のレベルが節1節2節という形になっていて1節の中のさらに12というものですね。 まああの法律の条文なんかもまあ1章あって1節あってその第1条、第2条とかねいうふうになっているんで、条の下には1項、2項、3項というような3項レベルの下にはさらに1項、2項とかですねなっていくわけですけれどもこういった形で <laughs> まあ大きくですね日本人の思考と日本語というところがまず第1章できているということですね。はい 論文の文法をいきなり学ぼうという前にそもそもです、ね、日本語が今どういう形になっているのかどういった社会情勢を受けてです、ね、どういう背景があって日本人というのはどういう性質があってです、ね、どういう生き物というかどういう人たちなのかということが日本語に与える影響日本語を形作るのにすごく影響しているということですね。 えこういったことをまずう見ていこうというのが、まあ、第一章になっているということですね。あのなんか泥っこしいなといきなり文法を教えればいいじゃんということですね。え思うわけなんですけれどもただその文法をお詳しく理解するためにですね詳しく理解するためにえ背景をやっぱり知っておいた方がいいだろうということですね。え例えばですけれども、ね、うんある問題がうるとお若者が ちょっとねいろんな問題行動を起こしてしまう、えー、人を暴力を振るってしまったりですね、えー、ちょっと放っておくとですねあの注意してないと人のものを盗んでしまうとか、えー、そういった、えー、まずい状況があったとしますちょっと間違ったあ活動をしてしまっているということですね、うんえー、この間違った活動をするのはまあ良くないことなんですけれども「なんでお前こんなことしたんだ死刑だ!」とか言ってですね、えー、すぐに、えー、その彼をですねちょっとやってしまった彼をですね え、直ちにこう闇に葬るのかということをしていいのかということですねあの少なくともおその問題、まあ、法律的、まあ、刑法にのっとってです、ね、処理をしていくわけなんでしょうけれどもまず私どもそういった刑法の知識とかなくてもですね今その彼がその問題行動を起こしているとで本当は正しい行動で、えー、いわゆる正しい道を歩んでいってほしいという時にですね、えー、彼に対して えー、どうしますかね,しますかねどうでしょうちょっとその彼のその背景にあることは何なのかどうしてそんなことになってしまったのかということですね。 ちょっと言い,い争いになってムシャクシャしたからやりましたって言うんですけれどもじゃあムシャクシャするけどおそうやってね人を殴ったり人を盗んだりっていうことをお必ずしもみんなするわけじゃないよねとね、ムシャクシャしちゃったときにそういった問題行動を起こすさらにその原因は何なんだろうということですね君のその生きてきたその学校の中で、えー、どういった目にあってきたのかとかね、えー、親の環境親との関係っていうのが この青年に対してですね、どういった影響をもたらしていたのかとかですね、あるいは、えー、学校や家以外のですね、何かコミュニティの中で暮らしていくときにですね、えー、少しあの性格をね、何ていうのかな意図,した意図しないその盗みたくなんかない人を殴りたくなんかないというような思いなんだけれども何かしらの社会的背景があって彼はそうなってしまったんじゃないかな。 ととかっていうことをきちんと理解をしておくきちんと理解をした上であればですね彼がこのあとどうしていけばいいのかとどういうふうにすれば正しく運用できるのかどうすれば正しく生きていくことができるのかということをアドバイスするにあたってですねその社会的な背景どうしてそういったことになってるんだろうっていう根本的なことが分かっていると。 全然有効ですよね全く何も知らない状態でアドバイスするのと背景をきちんと分かってあげた上でアドバイスして正しく行動してもらうのとですね全然効果違いますよね。はい、それと同じように今日本語がこういう形になっているにはどういう社会背景があったのか今私たち日本人が日本語をうまく操れないとかですね なのだとしたら私たちが論文が苦手とかですね、えー、文章書きませんとかって言ってるんだとしたら、えー、どういうことが影響しているんだろうかってことをまず遡って考えてあげるとこれは対策というのが立てやすくなってくるということが言えます。 ですからまず一章でですね背景として日本の社会というのはどんなものなのかと日本人ってどういう性質のものなのかと日本人の慣習って何なのかということですねこれらが日本語という言語に影響をもたらしているということですねこれによってですね性質ね日本語の性質とか日本人の性質といったものがですね、まあ、理解しやすくなってくるその形が明らかになりやすくなってくるということですね。 特に日本西洋とか英語との違いに注意しながら見ていくと日本語の「あ英語と違って日本語ってこんなに違うんだ」ということがわかることによって日本語の特徴がより鮮明に浮かび上がってくるというようなことででででですすすね。ね。ね、こここれらがまあ第第章章やっていいくというととうろろはまずののめですね。 はい、社会の背景を知ろうよと、おそして日本語の性質日本人の性質というのを理解しようよということですね、特に西洋の考え方とか、英語との違いっていうのをお比較しながら見ていくと、日本語の性質がよりくっきりと浮き彫りになってくる、え英語と全然こんな違うじゃんと、英語はこうなんだけれども、日本語って全然違うねと。っていうことは、日本語の性質ってこうなんだっていうことが分かっていくということですよね。 はい、まずはじめにということでですねえ。日本語はたくさん飛び交ってます。と、もう朝起きて寝るまでに日本語たくさん喋りますと。でも本当に正しく使ってますか？と。本当に正しく使ってますか？ということですねえ。それができてないはずだと、改まった場で使うためには言語の正しい知識を得る必要があると当たり前の話ですよね。改まった場ここで言うと論文ですね。論文を書くと。 いうときに交互体でですねやあとかですね、えー、今日ちょっとね今日おこなんだってね、怒ってる状態で <laughs> なんかそんな論文で書くわけありませんよね、えー、に言語の正しい知識、えー、これを得てですね改まった場で使っていただく必要があるということですね、えー、それをしていきたいねということでそのために社会的な背景、えー、これを西洋や英語かなんかと比較しながらですね理解をしていこうということです で、えー、日本人の特徴でですす日日本本の特徴です、ね、日本人特徴徴ね人というと「内と外」という言葉ですね、えー、聞いたことも終ありかもしれないですけれどもいわゆる、えー、村社会ね、えー、みんなでいわゆる仲良しグループとかですね、えー、家族とか、えー、親しい友人とか近所付き合いとかですね内、えーえー、近い人たちとそうでない 外にいる人たちということをはっきりと分けがちな性質が日本人にあるということが書いてあります、ね、つまり生活空間を自分中心として身近な領域とそうじゃない外側のところとに分けるでこれを内と外と言っている色を分けているのはこれ対比する概念というかね対立どっちがいいどっちが悪いとかではなくてここの意味では対立概念というかね というものは青、ね、外側にいる人たちのことを外赤でやっているということですね。はいでうち、えー、にいる人たちとはとっても仲良くしようと親密な付き合いになるようにですねお互い気,づき、えー、気遣いあってですね共同体で暮らしているわけなんですけれども外の人たちに対してはなんかねよそ者とか言ってみたり。 ね、なんか恐ろしい人なんじゃないかとかですね勝手に考えてみたりですねえこういった「内と外」っていう認識が日本人の非常に特徴ですよと私たちの思考や観念の根本を形成して日本語にも多くの影響を与えているとこの「内と外」というキーワードが日本語を理解する上で日本語に影響を与えているということで日本語を理解する上で非常にキーワードになってくるということですね。 いわゆるコソアド言葉ということを見たあの聞いたことがあるかもしれませんコソアドこれそれあれどれとかねでこいつそいつあいつドイツとかね、えー、いうことですねコソアドっていう風うに言われてますけれどもあのこのねこ、えー、とソがうち、えー、いわゆるうちねこいつとかそいつとかですね、えー、私たちの仲良しグループの中で使われるような言葉ですよねであいつとかドイツなの とかねでこの「内」と「外」が日本語の言語に大きく影響を与えているということの例としてこの「コスワード」というところにもはっきり表れているということですね内用に使う言葉外に,向かっている外にいる人たちに対して使う言葉みたいなねえちゃんとこう用意されていると内向きの言葉、ね、外に向かっていく言葉ということですねはい。 で,、えー次,のでね、次のページ見ていくと、ですね次のページ見ていいくとは私とかあなたという言葉ですね、はいここ、英語と比較すると、ですね英語と比較すると非常にこう特徴的だなということがやっぱり分かってくるんですけれども、英語は私とあなたって言ったら、I、You くらいしかないですよね。まあ、私たちが we で私とあなただから一人称二人称だけ書けばいいんですけど、ねね、三人称書いても「he、えー」「he」「he」「they」このくらいしかないですよね「i」「you」「we」「he」「c」「they」というくらいしかないで一人称「私」「あなた」っていうことであれば「i」「一人称の「i」「二人称の you「you、えー」これくらいで、えー、もう英語は事足りちゃうということなんですけども日本語って一人称だけでブワーっとありますね。 私、私、あっし、わっち、ねあの、わっちとかあんまり言わないかもしれないですけどね、あのわてとかね、僕とかね、一人称だけでこんなにあるということですね。いいですか、英語は一人称、二人称、で三人称含めてもまあこんなもんだと、こんなもんだと、大体いいカバーできちゃうということですけれども、で日本語はねえ、一人称だけでもこんなにある、二人称もこんなにあるということですね。ほら 内向きの言葉外向き向ききののほら内言葉はこうなれ親しくするというかですねワッチとかですねワテとかですねオイラとかね言ったりしますよね、うちの人に対してで外の人に対してはすごい丁寧な言葉を使うとかね、我、えー、が輩とかですねあの手前とかですねあのー、いややはり、この日本語、この一人称、二人称が英語と比較してめっちゃ多いということですね、やはり内、外という観点からですね使い分けをいっぱいしてるんだと。 いうようなのがあ日本語の性質であるということですねあとはあ下の方ですねえ言葉の省略っていうのはすごく行われる日本語の特徴ですよ日本語の特徴を見てますよ外国語と比較した上でえ特に英語と比較した上で日本語の省略っていうのが、ね、すごくよく行われるね言わなくてもわかるっしょみたいな感覚日本言わなくても分かってよみたいなねあのはっきりと あのこれが欲しいって言わなくても欲しがってることを気づいてよというようなね、えー、そういったとこありますよね日本人ってねもう皆まで言うなとかですねえそんなことや暮なこと言うなよとかねもうなんかくど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 理屈っぽいんだからとか言ったりしてねあの何て言うのかなほらうちの人たちも仲良しグループじゃないのと全部きちんと説明しなくても分かってくれよということですね。 えー、そういったあ日本人の性質があるということですね。これね、文学作品の中にもね、なんともう出てくるというかですね。はい、えー、ここ夏目漱石さんの三四郎とあのー、いう,う、あれですかね、えー、小説になってきますけれども、えー、この2行目あたりですね、ミネコさんですかね、ミネコさんは終わりから4番目でしたと。 いうことですね中に人が入ってきてみねこさんは終わりから4番目の人だったよということですねこの後赤くスラッシュ入れてますね、えー、文章を文章を文章丸丸丸で区切れてますよねはい、えー、3つほど文章が続いていってまたみねこさんが出てきますよねみねこさんが出てくるということですねはい。 えー、この文章の主語は何ですかって言うとここでわかるんですけど峰子さんわかるんですけれどもわかるんですけれどもこの文章の主語誰ですかとこの文章の主語誰ですかということですねいいですか英語だったらありえないというか主語見つからないよということですねでも日本語としては成立しちゃってるということですねもう分かってることはもう省略しようということですねもう どう見てもこの文脈から言うとこれも峰子でしょうこれも峰子でしょうということですね。わかる時は省略してしまう。いいですね、えー、これほどの文豪ですよね。えー、天才的な頭脳を持ったあ小説家の小説の中でもですね主語を記載しないみたいな、えー、これ平気で通用しているということですね。なくても通用してしまうということですね。 えー、分かることはもう省略しようよということですね言葉の省略というのが行われるのが日本語の特徴だということですねあとはあ日本語の特徴として次のページですかね次のページですかね、えー、2番曖昧な表現というのもいいですかこれ日本語の特徴ですよ日本語の特徴のことを続けていってますよね えー、これから皆さんは日本語で論作文を書いていただきますから、えー、日本語について理解をする必要があるということで特別なあ断りがなければ曖昧とか省略とかあった時は、えー、日本語のことを言ってますからね日本語というのは曖昧なものなんだということですね。ありますよねこれ「やあどうも」とかね「<laughs> 元気」まあ「ぼちぼちです」とかね「どうもねちょっとね」意味がわからないじゃないですか。 これねあの親しい間柄であればこれだけでもねあの通じるんでしょうけどあと表情なんかを見てあ本当に調子悪いのかなとかですねえなんか謙遜して言ってるのかなとかねあの通じるんでしょうけれどもこれだけ見たらですね普通、こう第三者的に全く事情を知らないような人がこんな会話見てもですね本当に元気なのとかね えー、これ本当にどういうことなのどうもねえってど,どういうこと具体的にどういうことわからないですよね曖昧です、ね、でも通じちゃうんですね日本語、ね、内々の人たち仲いい人たちではこんなね曖昧な言葉を用いても日本語というのは通じちゃうんだということですね、えー、そういったあ性格があるよということですね、えー、日本語でも通じてしまう内々の人々まあ、えー、いうことですよね このの人たちの運用次第というか、ねえー、まあここまでいやこの私たちはもうここまで仲いいんだからどうもねえだけでもちょっと通用するだろうとでちょっとね舌打ちなんか下ねベロなんか出したりするとですねちょっと何て言うのかなふざけていってるっていうのも伝わ,って伝わっていくだろうというようなですねうちの人たちにへの信頼感というかうちの人に対しては、えー、ちょっと言えばね、えー、分かってくれるだろうみたいな言葉で。 曖昧な表現をですね、毎日毎日使っているということになります。はい、さらに十三ページですね。はい、えー、オノマトペと。オノマトペという言葉ですね。まあ、フランス語から来ているようなんですが、えー。語源はですね、古代ギリア、古代ギリシャのですね。えーオノパの、オノマトポイーヤですね。えー、まあこ、ここは、ちょっと、暗記する必要はないですけれども。まあ、えー、語源、古代ギリシャがあるですね。 オノマ、えー、ポイヤという名前を作る名前を作る言葉をお作ってしまうみたいなあそういったことを指してですねオノマトペと言っていく具体的には日本語では擬音語とか擬態語擬音語は風がヒューヒューとかピューピュー吹くとかね、えー、こういったゴーゴーと吹くとかですね、えー、こういった音 いわゆるまあ鳴ってる音ヒューッて吹いてるその風の音をですね「語にしちゃうヒューッと吹いてるみたいなねあと擬態語音がそもそも鳴らないんですけれどもなんとなくね歩く時にテクテク歩くとかスタコラ歩くとかまあスタコラっていう音しないですけどねあのねね、あのちょっとサザエさんのタラちゃんとかね歩いてピンポコボンボンボンとン鳴ったりしますけどねああいう音は普通鳴らないわけであってでテクテクとかスタコラとかねえこういったものを 擬態語とといいいうふううふに言っていくということです、ね、まあ何が言いたいかというと日本語には多く存在する日本語には多く存在するで、えー、こういった擬音語も擬態語も日本語には多くあると、ね、つまり日本人というのは感覚で表現しているというかねヒューってくるとか、えー、なんかシューって進むとかですねサッとバッと振るとかですねあのな,なんとなくもう感覚でものを表現すると。 いったようなことが日本語の特徴ということですね日本人まあ日本語を操っている日本人の特徴といったところがありますよねそうするとこういった擬音語とか擬態語っていうのは聞き取ったままとか感じたままとかですねそういう言葉なんですけれどもいわゆるですねその擬音語擬態語 というのは物事の全体の様子の印象をそっくりそのまま受け止めて自分の感覚によって言語化していくということで日本人はこの後者この青い方をとっているということですね一方論文というのは論作文というのは分析して物事を分析してそこに一般的な性質や本質的な性質を見出して抽出された性質を言語の中に取り組んでいくといういわゆる抽象化という作業ですね。 抽象化という作業が必要なわけなんですけれどもなかなかそういうことをあんまりしたがらないというかですね日常的に日本人というのはこういう抽象化作業ということをあまりしない傾向があるということですねどっちかっていうとこの擬態語とかね擬音語とかあとねこの曖昧な表現とかね曖昧な表現とかあとはあの省略しちゃうとかね主語を省略しちゃうとかね あのもう言わなくてもわかるでしょみたいなねあの論文でもあ,のあるまじきようなあの行動を日々日々とってるということですね。ということではい日本人日本語というよりは日本人の特徴として。 全体を俯瞰して見渡してロジックで考えていくというよりはね個別の具体的なその何か場面を見てですねまあ感情とか感覚でものを考えてるで感情とか感覚でものを言ってるみたいなえそういったあね私もお覚えがありますけれどもねえこういったことをですね日本人というのはよくするんだということですね。はいというわけで まあ抽象的なものが苦手というかですねあの日本人の特徴として一つ上がってきたわけなんですけれどもはいこれもねあの英語を引き合いに出して日本語の特徴を浮き彫りにしようというようなものですけれども例えば英語 He announced his intention to retire ですね He 彼はアナウンスしたと His intention, his intention 彼の意思をアナウンス発表したとねリタイア退職します っていうインテンション意志ですねで直訳すると彼は引退するという意志を発表したっていうことですね彼は引退するという意志を発表したということですねどことなく日本語っぽくないというか まあ直訳すると英語はこういう書き方で通用するんですけど普通の文章なんですけれどもなんかそれをダイレクトに訳してみるとちょっと日本語として不自然に感じるということですね逆に日本人にちょっと受け入れやすいというか理解しやすい言葉にすると彼は引退するつもりでいることを発表したこっちの方がなんかスッと理解が入ってきますよね彼は引退するつもりでいることを発表したということですねこううなっていいる原因というのは 意思という抽象名詞ほら日本人にとって使い慣れてない抽象名詞抽象名詞を使って訳すから抽象名詞を使って意思というね具体的じゃない抽象的なあ言葉を使って表現しようとするからちょっとどことなく不自然に感じるということですね。はいですから、えー、彼が引退するつもりみたいだよ、えー、そのことを何か前言ってたよっていうふうに、えー、ちょっと訳してやると少し 意訳してあげるとですね、わ、えー、かりやすく,かりやすくこう日本語として、えー、受け入れやすくなるということです。もうちょっと見ていきますね。Hunger, drove, h ー r テ to steal.Hunger ですね、Hungry の hunger ですね。上、飢えているが主語になってますね。飢えていることが、ドローブ、ハドライブあの。要するに彼女を突き動かしたというかですね。で、スティール、盗む。盗むということに突き上がってしまった。ね、お腹がすく。 ね、その「上」という状態が「上」という状態が彼女に盗みをさせたということですねこれは日本語としてとても不自然、ね、日常でありますこれ「上、えー」飢えが彼女に盗みをさせたんですということですね「上」は「上、ね」飢えている状態はということを主語にして話すことってあんまりないですよねむしろ「彼女は盗んじゃったんだ」と「どうしてか」「上」ていたから みたいな風に「彼女は」を主語にして、えー、話すはずなんですよねだから彼女は上のために盗みを働いたということですねこれの方が日本語らしいということですねはいこういう「上」もやっぱり抽象名詞なんですけどこういう使い慣れてない抽象名詞を主語にするっていうことに慣れてないんですだから不自然に感じるいいですね「えー、ハンガー」ね「上」なんていう言葉を「上は」なんていう,いうような喋り出しで喋ることってほとんどないはずなんですね だから不自然に感じるとということですねでも英語では日々日々こんなことを行われているとこういうことですねこういう言い方を行われているということですね。はいそういったことでですね次のページ行っていただくとこれらのことから日本語はですね日本語は主語にはですね主語にはきちんと実と。 体がある具的なもの抽象的じゃなくて主語には実体のある具体的なものを取る傾向があってですね動詞動詞についてはですね人などの生物の動作を表すものが多いという傾向ですね、えー、こういったものであるというふうに考えられているということですね。ははいあとは えー、こういった日本の文学作品ですね、えー、これ全部覚える必要はありませんけれども例えばね「奥の細道」とか、ねえー、いろいろなんていうかな中学とか高校でなんかちらっとなんか枕草子とかつるえつれ草とかなんかねあったような気がするいろいろね随筆とか物語とかですね小説とかなんかねまああったような気がするなくらいで十分なんですけれどもここで何が言いたいかというとどういうものが受けたんですか 日本人ってどういういもの好きでですすかこれれはは売れたはずなんですよね今でもあのー、私たちのなんか名前聞いたことあるっていう本なんですからねあのー、非常に売れた人気だったそういう本ですけれどもどういうものだったかというとどういうものだったかというとね物事を個別具体的に述べたものなんです。ね えー、今日なんか朝起きてこの人と会って、えー、恋をしてしまって、えー、こういうラブレターを書いてとかですねあの個別具体的に述べたものを人気になる傾向があるよということですねこれに対して物事を一般化して論じていく抽象的に述べるっていうような、えー、そういったものは少ないねということですねなんか個別いやちょっと感動したとかねこの人に会えなくて寂しいとかですね え「こんな悲惨な別れしちゃった」とか「ですねあの人が恋しい」とかですねえ個別具体的にこう述べたもの、ね、物事を一般化してですね抽象的に論じていくというようなことはあんまりないということなんですね。ですのでこういう抽象的な文章この下にあるですね抽象的な文章は非常に分かりにくいというふうに感じるはずなんです。ねえーこれにね、文章としては非常に綺麗な 文章になっているというふうに思うんですけれども私たちにとっては非常にね理解するのは非常に難しいこれ非常に難しいと思うんですよこの一番下にあるねどうですかねちょっとだけヒントを言うと、えー、これ、えー、条文ですねあのー、法律の条文の解説のところでもちょっと申し上げたことがあるかと思うんですけれどもいわゆるこのね まずこれ、この恰好書き能動性っていうものはこういうものだっていうね恰好書きがある。書きがある、ね、でまた、えー、非自我のうちにはまた一つの能動性っていうのこの能動性っていうのはすなわちこういうことっていうね恰好書きがある。ね、この、 括弧のところはあちょっとね脱線,脱線してるというか法律の読み方にも影響してくるのでちょっとあのー、少しね外れてやりますけれどもこの括弧を除いて括弧を除いて読むと一旦これを除くと非常にねわかりやすい文章になるかな。あ,あの 自我のうちには一つの能動性があるべきです。自我のうちには一つの能動性があるべきです。そしてまた逆に非自我のうちにも一つの能動性があるべきですと。ね。あの能動性が必要だよね。自我の自我にも非自我にも能動性があるべきだよ。いうことをね。構造はすごくシンプルというかね。な でそのじゃあ一つの「能動性」ってどういう意味っていうことをこう説明しているでこの「能動性」ってどういう意味なんだろう詳しく知りたいと思ったらまた抽象的な書き方をする、ね、あのなのでちょっと分かりにくいという文章になってるんですけどまず構造としてはこの「括弧書」きね法律の条文もそうですよ「括弧書」きって出てくると思うんですけど括弧書きはブワー長くてですねもう嫌だ読みたくないってなっちゃう時あるんですけれどもあのここね この括弧書きをいいいいてていただ読読んでくくとまず読みやすくなるで書きこれを詳しく説明している文章でじゃあ一つの能動性が必要って言ってるんだあるべきって言ってるけどじゃあ一つの能動性ってどういう意味っていうのを次に考えればいいということですね。それを読んでいけばいいわけなんですけどこの括弧書きの中もよく分かんないと抽象的でよく分かんないということから非常にわかりにくいという印象ですね、えー、日本人としては抱くということです。 これして続いて、ですねこの村上春樹さんのですねノルウェーの森の一節です、ねあの、これね、冒頭の方かな、あのノルウェーの森の上官下官の上官の一番最初の方じゃないかなというふうに、えー、記憶してますけど、ねすごく具体的ですね、分かりやすい、私は、僕は37歳でしたと。 その時ボーイング747のシートに座っていましたま。めっちゃわかるじゃないですか。あのどうですか、さっきの文章とこれ、全然わかんないですよね。いくら読んでもちょっと何となくよくわかんないと。分かったような分かんないような、意味がわかんないということですね。なんかこの前後を読めばまたわかるのかないで、ね、前後を読むとまた前後もわか,わかんないみたいなね。えそ,のそういった、あのー、ことに陥っちゃう日本人としてはね、こういうことに慣れてないから、抽象的な考え方に慣れてないから。でもねこういった すごく具体的にね僕は37歳ですとボーイングに乗ってましたということですね言ってくれたら分かりやすくて読もうかなっていうふうになっていきますよねどちらがいい悪い悪でではないんですよ、あのー、だけれどもやっぱり日本人としてはこういう文章の方がやっぱ読みやすくなっちゃいますよね、えー、どっちがたくさん買われますかというとやっぱりこっちの方が買われやすくなっていきますよね購入されるこういう本の方が購入されますよね。人が、えー、読みやすいと 具体的で分かりやすい方があの読みやすいから買うっていうことになりますね。本来、まあ私たち論文においてはこういったね抽象的な概念というので、えー、学んでいく。え私たちもこう抽象的に、えー、物事を抽象的に捉えてですね一つ、えー、論じる論文を書くという能力を身につけたいわけなんですけれどもそういうことに慣れてないということなんですね。慣れてない。はい <laughs> はいこういったちょっとね具体的で分かりやすい方が あの比較的人気になる日本人としては好まれやすいということですね。はいとあとは、えー、日本人に影響しているものの考え方としてですね人に対する関心がすごい高いということですね恋愛の話とか友情の話とかですねもうこういうのばっかじゃないですか歌を見てくださいよ歌あの売れてる歌ってもう恋愛のやつばっかじゃないですか人に対する思いとかね、えー、私がこんなに辛い思いをしているとかですね あの人と人の関係とかね人に対する憧れとかそういったもの非常に多いということですね、まあ、どっちがいいですかということですね、まあ、彼や彼女の噂話をするのと経済学の発展と発生発生と展開と。 もう当然ね、ね経済学本気で、えーあのね、やってる人にとってはこっちの方が興味あるでしょうけど多数決で取ったらどうですかと、ねえー、あのかっこいい彼がねなんと彼女とねこういうね、えー、いい関係になってるんだよとかねそういう噂話のほうが、ね、よっぽどしちゃいますよねあの人への関心が高い日本人というのはね噂話好き、人の、ね、あとはねほらあの江戸時代の異議とかっていう大河ドラマってないですよね。 徳川家康っていう大河ドラマはいっぱいありますけれども、ねえー、江戸時代の意義について語るみたいなそういうドラマよりはこういう徳川家康の一生みたいなこの人人の一生の方が興味があるというかね、えー、だからドラマとかもこういったものになっていくということなんですね。つつまり人人にに対すすするる関心が非常に強いといととととうううことですねそうすると人間と結びつけてものを考えちゃうものだから ねえー、つまり具体的な事柄こんな風に言われたわとかね、えー、傷ついたわとか超嬉しいこと言ってくれたわとかですねあの、えー、具体的な事象の中で、えー、働くというような思考になっていくということで、えー、ますますですね物事を一般化して抽象的にその本質とか性質を捉えるというような方法ですねこれが少ないんだと。 ということですねつまり私たちは抽象的な観念が日本の社会の中に定着しないと。で日本語でも抽象的な表現がなかなかうまく機能していかないというような性質があるということですね。ああじゃあここまで来るとですねあの日本語っていうのは論理的なそもそも論理的な言語じゃないんだということですね。えー、思われがちですがそれは大間違いですということを言っている。いいですね。 いいえ、日本語だって論理的な言語です。日本語が悪いんじゃありません。日本人の性質が非論理的なものの言い方をしているだけであって、日本語そのものは論理的ですよっていうことをね、日本語イコール非論理というのをね、こっからあのあのブワーってこの第3節はブワー否定しているということですね。そんなとんでもないと、日本語だって論理的ですということをブワーって書いてるんです。ね、あの端的に言うと。 この縦3番ですかね端的に言うとこの縦3番ですかね, <laughs> 言うすね。言語は全て論理的という箇所ですね。言語はすて論理的という箇所でねもしですよ、言語が日本語というのが仮に非論理的なものであったとしたら、です言語が仮に非論理的なものとあったとしたら、日常生活の支障が出てくるはずだということですね。だってそうでしょう。 日本語でお買い物をして日本語でお仕事のコミュニケーションとって私たちは日本語でですね意思の疎通を図っているわけですねそもそもその使っている日本語が非論理的であれば一生理解し合えないはずですよね一生理解し合えないはずでもそうじゃないですよね きちんと説明すれば日本語だってきちんと筋道立てて説明をすればきちんと私の意思というのが時間かかるかもしれないけどかなり正確に伝えることはできるということですね。いいですか。もうすべてあらゆる言語というのは論理的なんですと。と日本語にも日本語の論理があるということなんですね。ね西洋と比べれば性特徴が違うかもしれないですよ。特徴が違うかもしれない。だけど日本語にも日本語の論理がちゃんとあると。 いうことですねそれを書いているということですねめくっていきましょうかはい。で横の三番ですよね下手な使い方による誤解ということでほら内と外ということがありましたよね内の人たちに対してはちょっと言えばわかるちょっと言えばわかるね外の人に対してはたくさんねこうでねこうでね、えー、これこれこういう理由でねこうなんだよって説明する必要はあるはず ね、うちの人はねちょっとね、えー、ぼちぼちでんなって言っただけで分かってくれるとでも外の人にはですね、えー、よく分かんないとちゃんと説明する必要がありますよね。この距離感覚、ね、なんか外側にいる人をううちだと仲間だと思い込んでですねあんまり伝えないといとうことによってですね、えー、外の人「え何それ意味分かりません」というようなことが起きてしまうと、ね、これは日本語が悪いんじゃないんです。下下手手な使使いい方方私たちが使い方は下手だから あの外の人に理解してもらえないということが発生しているだけであって、ね、これは下の側行くと、ね、日本語が非論理的ななんんじゃないいだととうことですね私たちの思考の傾向の一つの表れに過ぎないと日本人がこう省略しすぎちゃうとか。 ね、きちんとこう日本語を正しい日本語を書けば理路整然と伝えられるはずなんですけれどもそれを省略しちゃったりとか曖昧な言葉で、ね、外の人に言っちゃったりとか、えー、いうことがあるからですね、えー、これは伝わりにくいことがあるんだということですね。はいそうしていきますとお最後パラグラフ構成というところですかね、えー、これ1章のまとめということで第1章のですね第2章の直前あたりですかね第2章の直前あたりですかね。 はい、えー、まとめるとまとめていくとですねはい私たちが人間関係のその面白さばかりにですね興味を求めずに、えー、抽象的な思考になることができてパラグラフ単位ね、えー、パラグラフ、えー、ぶあのこの文のですねパラグラフの単位でですね、えー、論理を組み立てることができるということになれば日本語はそれ自身はですね、えー、きちんと日本語が悪いってわけじゃなくて日本語はそれ自身の理論,論理を 内包した論理的言語であるんだからということで論理的文章はいくらでも書けるはずなんだよということを言っているということですねつまり日本語そのものに特に罪はありませんということですねただ日本人の性質としてあんまりね野暮なことを言いたくないということで言葉少なめにしちゃって非論理的なことで会話しちゃったりするということなんですよね日本人が使い方を誤ったりするいうことがある 日本語そのものはちゃんと書こうと思ったら全然論理的に書けるものなんだということなんですね。えつまり何が言いたいかというと日本人が勉強すればいいんだということです。日本人が変われば日本語で論理的に文章を書ける,だ書けるんだということですね。えー、これらのことを第一章では言いたかったということですね。はい、そうしていきますすと、次回はですね、第二章 ね、いよいよこの日本語の性質からですねじゃあ文法は具体的にどうなっているのか正しい使い方はどうなんだということですねということを第2章のところで見ていくで第2章を見ていただいたらですねこの文法を分かっていただいた上でですね実際に読んでみる公式テキストね大学の教授の素晴らしい先生方が書いたものですとかあと条文ですよね法律の条文を読んでみるとあとは論文の本試験とかね弊社の模範答案とか見ていただくと。 ね、読んでいただいてあ文法の使い方を分かった上でですね、まあ、そういった観点も含めて読ものを読んでみるとで実際に書いてみるということにつな、ね、げていただければと思います、はい、まずはですね第1章のところこれで終了ということで次回ですね第2章を見ていきたいと思います、はいえー、消費生活アドバイザーの論文講座のですね第1回目ですね講義を終了いたします